どうもピアキングです。今日はこのコースやっていきます。レミーズビジットカッコトロール、レミーは訪れるということですね。で、説明文にマリオの家を訪問しに来たレミーは家までの道の過酷さに悶絶することとなるだろう。レミーは無事にマリオの家までたどり着くことができるのだろうかって書いてるんですよ。ということは今日はレミーがマリオの家に行くまでのストーリーなんだろうね。ただですよ、操作するのはマリオっていう、ちょっと意味わかんないんですけどそれじゃあやっていこうか。クリア率は 1.17%。 そんでこの制作者さん嬉しいツイートしてくれてたんだけど、いつかこのコースをピオキングさんがやると思ったらワクワクするみたいな。いや照れるな、僕そんな大したやつなんかじゃないんだから。なになにこのグリボ、しょっぱなバグってんじゃないよ。最近クパクラの罠多くないか。これは行きアップ、ちょちょお前邪魔すんなって。上は上は範囲だけか。でも左上怪しくない、この一マスのところ行ってみようか。特に何もない。じゃあこのクパクラ乗れるのかな。いや乗れないね。ちょ待て待て待て、か開幕バブーラー、しょっぱな笑かしてくれんじゃねえか。こういうクパクラが暴れてるのマジで弱いんだって。え、隠しブロックあんの。右は、あ、右行けるんだね。このブロックはなんだ、ヒッキアップか。あったー、もうやめてよ、これ以上僕を苦しめるのはやめてよ。こんなのね、僕の喉が傷ついていくだけさ。じゃあちくわブロック降りてバーブロックを抜けばいいだけかい。やめてって言ってるでしょ。この火星のたこ焼きさんってね、いろんな有名なねトロール制作者さんに隠れてますけど、僕めちゃめちゃ好きなんだよね、この人の作るコースって。でこの場所で抜けばいいんじゃない。はいはい、でブラパーを倒す。でこのパックンは早すぎお前出てくるの早すぎんだろ。いやこいつを抜いて倒せばいいのか。なるほどね。このコースはバグコースかい。勝手にこの雲すり抜けてしまったんだよな。さあこのまんま、うん、いけないよこのブランコ邪魔くさ、どこでチーズ。罠が多いって火星のたこ焼きさんよ。なんで火星なんだい。水星、木星、金星、土星だったらダメだったのかい。まあ確かに火星って言ったらタコを思い浮かぶイメージがあるよね。ここどうすん分かってんだよ、そんくらい。一時の間に引っかかると思ってんのか、今さら。僕がどんだけトロールやると思ってんの。じゃあここは、いや絶対なんかバグ来るよ。なんか来るのか。たこ焼きやー、やばいね、この方の作るコース。日本人のトロール制作者さんで僕が好きなトップレベル入るかもしれない。ここはチャッカー、どうすりゃええねん。全然わかんない、ここどうやって行けばいいの。あ、このちくわブロックの上で耐久しようけっちゅう感じなんじゃない。そうしたら上に進めますな。うわ右行く。このハテナブロック叩いたらさ、こっからキノコが出てくるとかそういう感じなんじゃない。だから一旦叩いてみようか出た出た出た。これもうこういうバグいいって表示しなくてさ、わかるわけないじゃんか。なんで言ったの、お前か。なかなか面白いバグ騙しコースじゃないか。ちょっと待って、ミスった。僕がこのコースをやるかもしれないからワクワクしてるとか言ってましたけど、今頃罠に引っかかりまくっている僕は嘲笑っているのかい。そんな笑ってられるのも今のうちさ、せいぜい楽しんでおくがいいよ。今から僕は超警戒モードに入るからね。左のハテナブロックもすり抜けるんでねえの。この制作者さん YouTube っていうもんは分かってるね。罠がめちゃめちゃおもろいもん。じゃあこれどうすりゃよかったんだろうな。ここで左足一発でいいんじゃない。バレすぎや。この辺でジャンプしてバネだけ出させるみたいな、そうなんじゃない。え、来ない。やだるんかい。一番左行く、そしてジャンプして右行ってみようか。これでバネかわせないから絶対行けると思うんだよね、これで。オッケーオッケーオッケー。そしてこのキノコを取って上から行け。うわどっち行く。いやもう下から行けないもんな。だからこっちに行くしかない。うわ、オンオフするのが怖いよ。でもオンしてこの方でいなくなるんだろ。分かってるよ。そうだよね。でも君はどこに行くんだ。オッケーオッケー、これで土管に入れたね。さあこの中間ポイントがあって、ここピンクコインコースじゃん。え、こっから4つも行くの、きっつ。じゃあもう左下から行くよ。このドアから行きます。なんか喉がおかしくなってんな。魚が出てきてからのボムが爆発する。頭ぐっさー。今日のコースは長いのかい。やめてくれよ、そんなんで喜ぶのはね、僕しかいないんだから。どうしりゃいいのよ。キノコが出てきたってことはもしかしたら、やっぱりねこれすり抜けれるじゃねえか。で溶けそうが右に行きます。こいつ踏んじゃっていいのかな。一旦ジャンプしてみようか。何もならない。じゃあ普通に上に行きますと。シャー、あの魚を踏んだら大ジャンプをやめましょうと。そしてこの、ちょちょちょ待ってんの。この
しとけよ。あのメット被るのが正解なんかな。でも左のさブラパなんかしてきそうなんだよな。いや被るの難しい。まあ、いや一旦このまま進んでってみようか。じゃあこの土管は終わりでいいよ。いやおほんと終わりじゃん。お今日結構短そうだね。じゃあ4つのピンクコイン簡単に集めれると思いますよ。たださっきのメットかぶったらどうなるかすげえ気になる。ちょっと行ってみていいかな。メットかぶることに成功できる。うん何さっかな。あのメットをかぶらんで進めたってことはかぶることが不正解だっていうことは分かってる。ただねかぶるとどうなるかちょっと見てみたいんだよな。じゃあ一旦先に進みます。これで先すごいね。こういう罠だったんだね。これは何こんなところにスター置いてくれたんだ。偉いね。なら次は右下のドア行きます。一画面で終わりって考えたらめちゃめちゃ気が楽だな。左下の USA 怪しすぎる。あいつは取らないぜ。この氷溶けるんじゃないのか。溶けそうにはないか。じゃあ次はこのブロックだ。ブロックも何もない。ならこの USA を取るまでよ。取らせろ。このドクロリュートに乗って左足一発しますわよ。そうするとつららに当たらないで済むっていうものですわ。さあこのまま上に行くのか下に行くのか。下には行けそうにないからこのブロックを壊して上に行きましょう。なになにこのメッド、メッドを投げろってことかな。なら投げてみようか。このガリガリのところに行くように投げますと。ちょ落ち着けってお前。お前落ち着けってそこになんかあんのね。じゃあ一旦下に行ってみようか。下に行ったらガリオルガリケイ。私よく意味わかんない日本語を喋ると思うんですけど、その時はねテロップを入れてるから、そのテロップだけでなんとなく意味を察してほしいなと思います。この靴は取っていいのかい。いやいやダメだ。戻ってこれなくなるもんね。さっきパクラ行こうじゃないかと思ったけど、なんだい君は。なぜ下に下がった。上に行こうじゃないか。上に行けないの。え、じゃあこれ、なんだいこの勝ちブロック。この上は、こっちは勝ちブロックないので、ね、じゃあ50コインの方行ってみる。絶対この50コインの方バブルがあると思いますね。なんだこのバネは。カメック、こっちがカメック。嘘でしょ。この隙間にカメックが来るのを待っておけみたいだ。まあ、そんなめんどくせえことさせんなって。何バネてんだよお前は。ナイスカメ。さっきはね下からジャンプしてクパクラ乗れなかったから、今度は上からでいいんじゃないのかな。さあクパクラ上に進もうじゃないか。行きすぎ。慎重に行こうじゃないか。クパクランを丁重に扱え。さあクパクランよ、空中浮遊を楽しもうじゃないか。でジャンプシード。このガボンは、ガボンは特に意味はない。このハテナは何と思ったら押し出されたよ。危ないで、ね、何このブロックは。こんなところにもバグを設置してんじゃないわよ。さあこのブロックも抜けるやつなんでな。いや違うな、このガボンに交差するみたいな感じ。あのガボンの鉄球さえかわすことができればもう終わりだっていうことは分かってんだ。下に土管が見えるからね。さあ行こうじゃないかバリー。このギリギリでガボンの鉄球を出してもらってブロックを壊してもらう。そういうことだ。左2つはなぜ壊れない。まあいいや、行こうじゃないかマリー。はだー、なんで出てくんの花がさ。さっき何もおらんかったじゃんか。じゃあここは左押しっぱでいいっていう感じね。あのブロックもすり抜けんのか。さあこれで終わりなんでねえの。オーケーオーケー。さあここで中間ポイントを取りの、次はどっちに行こうか。じゃあ今度は左行きます。こっちの土管はなんだてめえら。まあまあ嬉しい誤算ですよ。左上には行かないでいい。そして右上の土管にピンクコインが2つあるっていうことなんでねえの。まあこのハテナ、うん、上のハテナブロック叩けないのかな。うん、これ一旦かわしておこうか。この上はハリーぽっくりだ。なら最後の土管に行こうじゃないか。その前にこのハテナブロックはなんだ、コインか。コインコインなんてすると思うなよたこ焼き。うぜえうぜえのお前だこの時こそ。いいか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 。ジュニアを踏んだ瞬間すぐ右に逃げる。違うよ、ならジュニアを踏んだ瞬間上に逃げる。これで問題ない。さあジュニアよ起き上がるんだ。長いなお前、くるくるすんのか。お前はもう虫の息なんだよ。そうそう、このジュニア鍵持ってる予感がプンプンするね。絶対倒しておいた方がいいと思うよ。じゃあここで2回目踏みます。で3回目はこの場所にとどまっておく。あ、鍵持ってないんだな。うわ、下床が見えねえって。この下は、この下に行っても見えない。じゃあもうこのまま降りるよ。何もない。え、何何このブラマちゃん、何やってんだ。そんなところでね僕を倒せると思ってるのかい。そして50コインだけはもらっていくぜ。さあこの左ブロック貫通するかもしんねえな。走り抜けていこうか。大丈夫。でこのハテナブロックは何。鉄球そんなに当たると思った。
あーなるほどね、このクパクラを取って上に進めちゅうごろなんじゃないかな。このままだったらいけないもんね。だから敵を避ける必要があると。敵を出してすぐ右上に逃げます。でクパクラちゃん普通に乗せてくれる？今度はもう何もしないよね。一緒に上に行こうじゃないか。さあこの上に行って降ってくるかい。何がピンスイッチがこれめちゃめちゃか。でも行ってみるよ。大丈夫？え、このクパクラ右に行けないの？じゃあここで捨てなきゃいけないのか。じゃあ僕は左に行くよ。これは貫通しない。ということはこのハテナを取る必要がある。でがキノコかい？ピースイッチ？え、このピースイッチ踏んでもさ、ここ進めなくなるよな。あらあらあら、クパクラちゃんが持ってきてくれるっていうわけか。でもそれ取らしてくれる？大丈夫？邪魔しない？クパクラ、うん、大丈夫だね。なんだあいつは、大丈夫か？ここは引っかからなかったっていう感じなんでねえの。うわ、これ下降りて、いや降りてえけど、このまま右に行けるかな。いや行けそうだね。どっち行く？これもう下確定じゃんか。どっちもクソもねえよ。下に降りるしかないよな。このまま下に行ったら何があるんだい。ただ落ちるだけかい。それだけだったら俺は許さんからな。じゃあここでチビになっていけっていう感じだと思うんだけど、どこでチビになるかだよな。ここでチビになればいいのか。ここでチビになります。でさっきさ左のブロック貫通したもんな。じゃあチビになってあのドアに入ればもう終わりっていうことなんでねえの。さあゴールを見せてくれ。あれ、あと一個どっかあるね。え、あれどっから行くん？ドアもう一枚とかあった？いやないよな。え、どこに行こう？え、マジでわかんないんだけど、ちょっと探してくるわ。いやね、いろんなとこ探したんだけど、もうこの土管以外にありえないのよ。でもさ、隠しブロックが全部あるじゃん。で、ここ魚で、左はデカキノコだったから、あ、そのデカキノコを取れっちゅうことなんじゃない。なるほどね。で、ここのブロックを壊して先に進むと。はいはい、めんどくせえことさせやがって。僕はここ何もしないよ。どこに連れて行った？そこか。ってことはもう一コースあんのか。まだまだ僕を楽しませてくれるってかい。じゃあここは左を進歩で問題ない。さあブロック、うん、ブロックが壊れなかった。貫通した。このブロック、この下いける？いけないね、絶対に。これ新耐久みたいな感じなんじゃないの？え、絶対もうめんどくせえってこれ。こういうのやめてくんないかな。このなんていうの、二マスのところちょうどこのクリームを持ってくるっていう感じでしょ。これめちゃめちゃ時間かかるって。ここがカットするよ。僕絶対カットするからな。はい、来い。なんでよ、もうそれ来てもいいじゃんか。ここで左やる。で、もう一回左やるでしょ。で、次どっち？右やっておこうか。ほらもうやだ、これ相当時間かかるって。一回来るまではね、カットなしで行きたいと思います。よっしゃ、来た来た来た、待ってよ。みんないい感じの調整来たね。絶対そろそろ来ると思うよ。ほらほらほら、死に耐久ベンチを舐めるな。今の死に耐久きつすぎるって。もう二度としたくないね。じゃあここはね、チビになって下で行く。そしてあのオープンブロックを踏んだら耐久が下がると思いますよ。さあ踏んでいこうか、マリこの挟まってる感じめっちゃ好き。しゃがんでも可愛いよね。ペッ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 みたいな。何を言ってるんだろう僕は。さあ上、やっべやっべ、もしかして僕が死んだっけ。やっべ全然ビビってないですよ、うん、そんなところに針隠されてもわからんのよ急に真面目になっちゃダメですか。いい加減にしてって言ってるでしょ。そろそろ僕怒るよ。さあこの下に行けば何がある。どう、もしかしてこれ終わりなんじゃない。さあこの先まだ続きがあるのかい、それともゴールが目の前なのかい。まだまだあるね。何この靴ぐりも一旦踏んでみようか。まあまあまあ、先に進めることができたよっと。上は、上には進めそうにないね。右上あんなところ行ってないな。土管は、土管に入れませんね。ここからが問題ですよ。鍵がもらえるかどうか。鍵は、鍵は自分の声で鍵を手に入れたのが聞こえなかったぜ。さあここで靴グリボーを吐きの。何やってんだ。これ地味に難しいのよ。この辺で踏んでおこうか。いや待て待て待て、それは取れるのか。取った瞬間すぐ右に行く。オッケーオッケー。そしてここで隠しブロックを叩いて、どうすればよかった。しゃがんだ瞬間すぐ上に行けっちゅう感じか。はいはいはい。そしてこれバブルだと僕は思いますよっと。出せー。
ちょっと待って、左下見えるよゴール、このちくわのところでしょ、ほらほらほら、だからこのバブルさえかわすことができたらゴールできると思う。ここで左連打、そうでしょ、違うんかい。多分だけどここにブロックがある判定になってるんじゃない、だからここを叩いてみようか。そして氷がいなくなってリンクが取れる、それでゴールっていう感じ。頼む、早く間に合ってよ、やったー最高に楽しいバックコースでした。またぜひやらせてください。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発張りをイベイド回避するということですね。でサムネを見る感じ、針の中にブロックが1個あるから、そのブロックを利用して針を抜けていけっていうコースだろうね。なんと繊細なコースなんでしょうか。説明文にも10セックって書いてて、最速が9秒、ということはスピードとプロフェッショナル的なキャラコンを求められるようなコースだと思いますよ。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.91%。今よく噛まずに言えたな。プロフェッショナルなキャラコンを求められる2回目は無理だったわ。さあこれは時間10秒しかないっていうのは分かってるんだけど、この一つのブロック、これをうまく利用しながらね、多分ノンストップで行かなくちゃいけないんじゃない。多分こんなスピードだったら絶対いけないよな。これめっちゃこれさ、右押し一発もしちゃいけないのよ。右押し一発するとブロックの下に1個針があるじゃん、それに当たってしまうから、ちゃんと着地した瞬間に右押さなきゃ。これ長くね、全然ゴール見えなかったんだけど、こんな感じでいいのかな。どんな感じだよ。リズムで、リズムよくいこう。最初にジャンプするときを、着地した瞬間ダッシュするときを、そして着地してジャンプする瞬間を、この3つでいこう。なら早とれよ。誰が面白いって思って見てくれんだよこんな動画。ただアイア言ってるだけじゃねえか。そんなん誰でもできんだよ。実況者ならもうちょっと実況者らしく喋ってくれるでしょ。僕はね、もう何を喋っていいか分かんなくなってきてんのよ。このピョンピョン飛び跳ねるだけのやつでね、ずっと喋り続けるなんて無理な話なのよ。もう嫌だ、僕はこんな繊細なコース向いてないんだ。アクロバティックなコースしかできない男なんだ。そうだろう、見てて簡単そうって思うかもしんないけど、これゴールできたじゃない。やったこれね、見た目以上にマジで難しいね。まあこんなの余裕でクリアできましたけど楽しいコースありがとうございました。そしてご視聴ありがとうございます。